カップヌードルの赤いカレーで、ガンプラのシャア専用ゲルググがついていましたので、こちらを組み立ててみたいと思います。組み立て方はこのように説明がされています。完成しました。こちらの武器はこのように変えることもできます。そしてこのようにカップヌードル用の夜間を持たせることもできます。